学生と作る街の未来プロジェクト、働く街京都インタビュームービー。このプロジェクトは京都市の大学を卒業後に京都で働くことを選んだ留学生の皆さんにフォーカスを当て、京都で就職を決めた理由、京都の企業で働くやりがいなどを探求発信していくものとなっております。今回は京セラ株式会社のヨン・ルンセンさんにお話を伺いました。ヨンさん、本日はありがとうございました。まずはじめにヨンさんに自己紹介をお願いしたいと思います。皆さん、はじめまして。京セラ株式会社海外人事部のヨン・ルンセンと申します。中国出身です。現在は日本で7年目となります。本日よろしくお願いいたします。ありがとうございます。現在のお仕事内容についても伺ってよろしいでしょうか。はい、現在は京セラ株式会社海外拠点の人事方面とのやり取りを担当していたしまして、また海外出向者向けのサポートをやっております。ありがとうございます。ヨンさんは同志社大学のご出身ということですが、学生時代どのような分野を学ばれていましたか。はい、資本学部の時は主にマーケティングについて勉強してきました。そのためもっとマーケティングについて深く勉強していきたいですので、資本学大学院に進学してきました。ありがとうございます。修士の大学院を卒業された後は現在のお仕事である株式会社京セラに入社されましたが、実際に働かれてみていかがですか。京セラはすごくグローバル的な会社ですので、会社内の外国人の同士も結構いらっしゃいますので、このようなグローバル的な環境ですごく働きやすいと思います。ありがとうございます。私自身お堅いイメージがあった京セラですが、このインタビューを通してたくさんの魅力あふれる企業であることが伝わってきました。そしてニョンさんは京都に初めから興味があったわけではなく、京都の鴨川を訪れて京都の平和な雰囲気に惹かれて京都に住みたい、働きたいと思ったそうです。紙面では本日ニョンさんにインタビューさせていただいた京都で働く魅力をぎゅっとまとめて掲載しております。最後に学生さんに向かって京都で働く魅力をお伝えいただきたいと思います。はい、京都は一番日本っぽいの街だと思いますので、もし日本の伝統的な文化にもっと理解していきたい場合はぜひ京都に来てください。はい、ということでニョンさん、今回はどうもありがとうございました。以上、学生と作る街の未来プロジェクトでした。特設ホームページに取材内容をまとめたデジタル冊子を掲載しておりますので、ぜひ読んでみてください。それではさようなら。